然遅くない時間に寝たんですけれども、寝坊しましたね。なんでだろう。こんなね、別に夜更かししてるわけでもないのに、普通に早く寝てるのに、早く起きれないっていう。これ本当、何なんだろうな。ということで今日は何で起きたかっていうと、インターホンで起きました。というのもね、これついに来たかもしれないですよね。これ多分、ダイニングのね、照明でございます。と言ってもね、ダクトレールを頼んで、これダクトレールだと思うんですけど、なんで照明つける器具が、電球をつける器具が来ないと、まあ、使えないわけなんですけれども、まあ、それはね、もうなんかその電球つける機器は、今日配達予定になってるんで、まあ、今日中に届くと思いますけれども、これ実は、もうなんか4月7日とかになってたんですよ、配達の、日にちが。だから、うわ、マジか、あと、2週間ぐらいあるじゃんと思ってたら、なんと今日届いちゃってびっくりです。昨日なんか4月7日に配達みたいな、通知が来て、マジかよと思ってたんですけど、もうちょっとキャンセルして他の買ってもいいななんて思ってたりしてたんですけど、さすがに2週間待つんだったら。でも来ましたよ、今日。なんで、あとこれ電気をつける器具が来れば、もう、取り付けできるということで。いや、よかった。あと2週間このスタンドでダイニングの照明を賄わなければいけないと思ってましたが、よかったです。今日は、こいつ、ホットケーキ、食いたいと思います。と、つけるもんがないんですよね。オリーブオイルぐらいしか。なんかね、つけるものを買っとけばよかった。特にないっすよね。しょっぱいものしかないしな。なんかつけるもの買っとけばよかったです。やっぱ今度にしよう。やっぱりパンにします。よいしょ。こいつ。よいしょ。とりあえずこんな感じで。1枚はなんか生で食べたい気分だったんで、そのままいきます。なんとなんと、ちゃんと照明来ちゃいましたね。これは、あれですね。ちょっと、早速ここにつけてみようかな。ですが今ちょっとね、この配線の、こいつをやろうと思ってたんで、これをやってから、あれ開けたいと思います。とりあえず、ここだけかな。ちょっとあっちはまたね、後日手を加えようと思ってるんで、あそこは、あそこですね。ここはやんないでおいて、とりあえず、ここだけやろうかな。よし、とりあえずこんな感じにしました。これはここに置くんじゃない。よいしょ。こんな感じですね。お、めっちゃスッキリしましたね。ここも。で、ちょうどこのドアと干渉しないようにコードも多い感じ。で、中まで持ってって、あそこから掃除機を充電できるようにしたと。いうような感じです。いいんじゃないでしょうかね。っていうかもうなんかこれコーヒー豆がね、なくなっちゃったんですけど、売ってないんすよね、どこ行っても。昨日コープとか見てきたけど、ほぼ粉だったりとかして、本当にね、豆売ってなくてちょっと、どうしようか考え中です。一応コーヒーに関しては、こいつがあるからなんとかコーヒーが飲めなくなることはないけど、豆どこで売ってんだろうマジで。じゃあこいつでもいただきますか。ついにストックがもう食べ過ぎてなくなってしまったんで買ってこないと。やっぱ最高にうまいです。じゃあ昼飯代わりと言ったら何ですが、こいつをいただきます。魚介仕立てのペペロンチーノカップヌードル。初めて食べますね、こういう系統のカップヌードル。ペペロンチーノカップヌードルで再現するっていう、どんな感じなんだろう。
思った以上にペペロンチーノですね。胡椒が結構効いてます。スープとかどんな感じなんだろう。ペペロンチーノのスープとか想像したこともないけど、どんな感じなんだろう。あ、なんか結構独特な感じだな。ペペロンチーノの味はするけど、なんか普通にこうカップヌードルのスープだなっていう感じのスープですね。ペペロンチーノに合うカップヌードルのスープみたいな。美味しいです。今日も夕方出かけますが、その前に米を炊いてから行きます。よし、もう結構暗いですね。今6時ちょっと過ぎぐらい。さてこの最寄りの、これ何て言うんだっけ、なかなか覚えてにならない。フォレスタだかフォレオだか、なんとか仙台、ちょっとまだ覚えられない。ここ何気ヨークとかもケーズもあるし、もういろいろ一通りここだけで揃ってて便利なんですよね。フォレオ仙台だ、フォレオ仙台、忘れないようにしとこう。ケースとかも何気自分夜中っていうか、夕方でやることが多くて、大体終わってるんですよね。今まだ6時だからやってるけど、多分7時までなんだな。原付きって、こんな原付き置くとこ5箇所ぐらいあるけど、そんな原付きの人いるのかな仙台って自転車のスペースと同じぐらい原付きのスペースがあるあのマウンテンとか乗ってると、こういうなんか自転車あの駐輪場のラックとかに入んない問題がありますよね。こういうのロードとかクロスとかだと入るんだけど、マウンテン入んないんですよね。だからちゃんと駐輪場あって、こういうラックがあったとしても置けないっていう。フォレオ仙台だ、フォレオ仙台。今日はね、ここのスタバに行ってみようかなと思います。久々にスタバが飲みたくなって。ここのスタバってね、あっちの方にあのツタヤがあるんですけど、そのツタヤの建物の中に入ってるんですよ。なんかあれですよね、ツタヤってなんかドトールが入ってるイメージが強いけど、ここのスタバは、あ、違う、ここのツタヤはスタバが入ってますっていう。スタバの入るツタヤに行ってみよう。ほら、めちゃくちゃ、あ、ここだここだ。意外と遠くなかった。はま寿司とかもあるんだな、ここ。はま寿司、あ、めっちゃ空いてる。え、めっちゃ奇跡な気がする。スタバの前にいろんなとこ見てますけど、めっちゃサーティワンとかモスバーガーとかもここ入ってる。ここなんかアウトレットみたいな感じになってて、すごいんだよな。ほら、ミニアウトレットみたいな。なんだろう、この工具上質って面白そう。ちょっと行ってみようかな。工具が結構売ってんのか。奇跡かっていうぐらいついてる。すごい。スタバうますぎました。じゃあちょっとヨークで買い物して帰ります。やっぱヨークめっちゃ対応しますね7時過ぎなんで完全に暗くなってますね。っていうかあれですね、一人暮らし始めてから一回も外食してないっていう。あ、このスタバ一応外食に入るのか分かんないけど、なんか一人暮らし始めるとなんか料理がめんどくさくなって外食ばっかになるっていうのあるあるらしいですけど、そこはちょっと自分褒めたいところですね。よし、買い出し完了です。いや、かなり買ったつもりなのにめっちゃ安かった。やっぱさすがよくって感じっすね。ここのマンションの人とか絶対最高だろうな。この家出たらすぐヨークとかケーツとかあるっていう、なんかほぼ1階にあると言ってもいいような距離ですけどね。なんか結構自分の場合ってなんかあのあれですね、初期投資がにお金をかけてるというか、なんかあれですね、あのなんて言えばいいのかな、あの多分あの今いろいろこうやって買っとけばなんかこうあの後々お金がかかんないで、なんかこうなんて言うんでしょうね、例えばたくさん入ってるものとか日持ちするものとか、なんかそういう材料となるものをね、あの買ってる、料理のね材料となるものを買ってるんで、あのなんかまあ一般家庭にあるような、なんて言うんでしょうね、まあいろいろ
料理の材料となるものをね最初に買ってるっていう感じなんで、結構最初はすごいお金かかるけど、後々はもうなんかそれうちに結構揃ってるのがあればそれを使って料理作ることできるし、まあ足りなくなったら足りなくなったものだけを買い足せばいいっていうだけなんで、まあ最初今めっちゃなんかお金かかってる時期なんですが、後々見た時にまあ先行投資ということで、まあ後先考えるとその後先の投資は少ないんじゃないかっていうような感じがします。だからもう食費でねもう1万円以上もうこの1週間ぐらいで使ってるんですが、もうあとは1日400円とかで過ごせるような気がしますよ。まあそんな感じかな。なんか結構やっぱ初期投資にお金をかけてるような感じ、後々の生活のね利便性を考えてしっかりと初期投資をしてるっていうような感じですね、自分は。はい、なんか生活雑貨とか揃えるのもめっちゃなんかいろいろ揃えたりとか、あと家電とかも結構冷蔵庫とかね、洗濯機はそんなこだわってないけど、いいの買ったりとかしたし、やっぱそのまあ今これだけこう先行投資したり初期費用かけたりしてるんで、後々の生活が結構快適になるんじゃないかって気はしてます。でまあ後々こう食費とかが節約できると思うんで、まあ他のことに回すとか、スタバとか行く頻度なんて増やしてもいいわけだし、まあそう考えるとこの初期投資って結構大事なんじゃないかなって思ったりはしてます。でも結構今金かかってますね、今の時期は。ちょっとセブンでまた支払いをしてきます。ちょっとメルカリで買ったものがあってね、なんかエスプレッソを作るなんかエスプレッソメーカーみたいなのあるじゃないですか。こう火にかけてこう、まあよくあれエスプレッソ作るやつ、あれがこう中古でめっちゃ安く売ってるのを見かけて前から欲しかったんですけど、それ買ったんですよ。1400円ぐらいで売ってたかな、もともと7000円ぐらいするやつ、それ買ったんで支払いしてきます。もうだいたいネットショッピングはコンビニ払いなんですけど、自分エスプレッソも飲めるようになったら相当楽しいけど、コーヒー豆をどこで手に入れようか今ちょっと考えちゃうんですよ。コーヒー豆どこにも売ってなくて、どこもこんななんですよ。本当に豆が売ってない、スタバとかで買うしかないかな。ここおでん屋だって。よし、じゃあ夕飯作ります。ちょっとご飯炊いといたんで、味噌汁とあとこの前買ったステーキ肉、そいつを焼いていきたいと思います。ほらもうやっぱ先行投資重要ですよ。もう家にあるものだけで味噌汁なんかを作れるし、もうこの本出しなんで多分一生なくならないし。はい、ということで、まあ、今ちょっとまだ料理中なんですが、ちょっと今のうちにということで、まあ、結構自分コーヒーとか飲むから結構甘いものとか一緒に食べるの好きなんですよ。だからその甘いものに一緒に食べるやつだったりとか、あとせっかくこうオーブンもあったりとか、結構台所がすごい充実してる家なんで、ちょっとお菓子作りとかね挑戦してみたいなって思ってるんですよ。で、まあ、そのお菓子作りの簡単な、ものの代表としてパウンドケーキとかあるじゃないですか。パウンドケーキをちょっと作ってみようかななんて思ってるんですよ。なんで今ちょっとねいろいろ材料買ってきました。必要なのがバター、卵、薄力粉と、薄力粉と、どこまで言ったっけ、そうね、ベーキングパウダーと、あと何だっけかな、砂糖とかであって、今、ベーキングパウダーと薄力粉と、バターがなかったんで買ってきたんですけど、まあ、それ買ってきたんで作ろうかなと思いますね。で、オーブンね、せっかくこれオーブン、あ、びっくりするんだけど、マジでこれ卵。これオーブンをね、があるんですよ、こいつめっちゃ有能なのをね、これ家族の友達にもらったやつなんですけど、ちょっとこれ使ってやってみようかな。結構参考にしてるサイトのによると、まず下準備があるらしくて、まずこのオーブンを170度にセットしておくみたいです。よいしょ。どうやんだろうな、オーブンで107…ちょっと待って、107…ちょっと待って確認します。 OK です、170でした。
170で、で、これでスタートでいいのかな？で、これで予熱でされてるのかな？で、170度になったら多分お知らせしてくれるのかな？実家のやつとか、全然オーブンなんで、実家あんま使いませんでしたけど、そういう、記憶があるんで、ちょっと待って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 、味噌汁煮立ってた。まあ、とりあえずちょっと170に予熱しとくと。そしてあとはバターと卵だな。卵を常温にしとく。あ、卵出してある。卵出しといて。卵とバターを常温にしとく。これでちょっと下準備しておきます。せっかく始めちゃったけど、さすがにちょっと今からご飯食べるし、だいたい10分15分あればね、温らしいんで、もうこれはもう作る直前ぐらいで、もう生地作ってる間ぐらいで良さそうです。余熱始めるのはなんか結構時間かかるもんだと思って調べてたら結構早く温まるみたいなんで、ちょっとこれ後から。肉うますぎますね。そしてご飯、今日は完璧です。じゃあこの目玉焼きはスタミナニンニクでいただきます。もうこれね、焼肉の時とかも断然このニンニク入りのタレを使うんですよね。やばい、うまっすぎます。よしよし、じゃあ作っていこうかな。じゃあもう一回余熱やり直します。170でスタート。ではこのボウルに入れて生地作っていこうと思います。参考にしてる生地では、砂糖が90g、 薄力粉が 100g、ベーキングパウダーが小さじ2分の1みたいです。まずそいつらを混ぜていこうと思います。ちょっと量りとかがないから、計量スプーンで量るしかないですね、重さは。そしたら卵2個と、バター 100g を入れていきたいと思います。バターこれ200でこれ100も使うんだから半分使うんだね。結構コスパ最強だと思ってたけど、これバター400円ぐらいするんで、バターだけで200円分ぐらいになりますね。バター結構使うんだ。てかこれどうやって入れればいいんですか？ちょっとバター絶対混ざんないで、ちょっとお湯の入ったもう一つのボウルに入れて、これ反則かもしんないけど、もううまくできる自信がないな、これやばいかもしれない。とりあえず生地完成しました。バターがなかったからそのまま流し込んでしまったけど大丈夫かな、不安しかない。ちょっと笑うしかない結果になるかもしれないけど、じゃあこれで、ちょっと待って、どうする？オーブンでしょ。1、2、3、40分です。レシピには一応40分で書いてあったので、じゃあ40分でとりあえず行きたいと。じゃあその間に、お、なんだなんだなんだ、 U10 ってなんだ、なんかエラー U10 どこに書いてあるの、エラーのあれとか。ちょっと待って、ちょっと使い方がよく分かってない。あ、分かった、これ待ってる間に冷めたからもう一回予熱しないといけないってことか。この予熱っていう表示が消えてからって、ちょっと見えない、予熱ってこういうこの表示が消えてから設定に行けるってことか。説明書でいくと多分そんな感じだと思うけどな。30分間余熱保持って書いてあるから30分は経ってねえぞ。まあ、いいか、でも余熱の表示が消えてないわけだからちょっと待ちましょう。よし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 、終了。余熱マーク消えました。こんな急いでくることはなかったと思うんですけど、でこいつを押して付属品を合わせる。あれ、食品を一回開けないとダメとかで、こいつを押して合わせる。これ角皿ですね。で40、よし、これでいけるはず。行ってくれ。オーブンを一度押す。予熱するの方ですね。で5回になったら予熱完了。食品入れて押して使用する付属品を合わせる。これ丸皿と角皿って言われるみたいで、多分オーブンの時は角皿使うんですよね。で角皿で、
1回押すと丸皿、2回押すと角皿、だから2回押せばいいんだな。で押して時間を合わせる。もうこっから時間を合わせていいってこと？ちょっと待って、1回取り消してオーブンを、ちょっと待ってよ、オーブンを1回押すんだっけ。オーブンを1回押す、これあれだな、ちょっと待って、今ちょっと取り消して OK だな。これを押して、あ、これですね、これ下が丸皿になってて、もう一回押すと角皿になると、うん、で今角皿がセットしてある状態になってて、でこいつ押して時間を合わせる。こいつが押せない、これで、うん、それで、ああ、でこれで、ちょっと待って、わかんないわ、あれあれ合ってるよな、これもここまでやって、で皿、うん、なんでだ、ここが押せないっていう、なんででしょう。ちょっと調理開始後、表示部に U10 が表示されたときは、角皿で表示さ調理する場合は丸皿が入ってないと表示します。丸皿は入れないとダメなの？丸皿は入れないとダメなのかな？取り消しキーを押した後、丸皿も入れて、オーブン予熱なし機能で再度設定。え、丸皿入れんの？丸皿入ってないけどね。え、外すもんだと思ってたけど、丸皿。丸皿入れんのか？じゃあ、入れましょう。これなんかオーブンでは取り外すってどっかで書いてあった気がするけどな。丸皿も入れんのか。じゃあ入れます。で、取り消しを押した後、再度設定し直す。余熱も一回やらないとやめようか。どこだっけ。あ、ん？いいのか。よし。あ、で、もう余熱 OK で、一回開けないといけないと。で、こいつで角皿にして40分。スタート。さあこれでいいのか、いい感じかな。じゃあとりあえずこのまま放置で待ってみたいと思います。ていうかこれすごい、曇り止め機能があることに今気づいた。すごくないですかこれ。おお、なんかすごいいい感じの出来なんだけど、ちょっとピンと合わないんだこの前の網で。すごい、めってか、部屋中がパウンドケーキの匂いですごいです。絶対美味しい、これ。おー、すげえ。絶対うまそう。っていうか、匂いがもう、すっごい匂い。もう、ここ何週間かで嗅いだ一番いい匂いです。さあ、じゃあちょっと、熱いかな。出来たてほやほやパウンドケーキ、いただいていますか。てか、待って。これ絶対パウンドケーキの硬さじゃないっていう。クッキー？やっぱりうまくいくとは思ってなかったけど、やはりうまくいかなかった。でもまずはちょっと照明が、よいしょ。じゃあいただきます。あ、うまい、あ、うまい、あ、味は想像以上だ。あ、うまいよ、うまい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 、全然うまい。パウンドケーキみたいなふわふわ感はないけど、なんか、サブレみたいな感じになった。サブレだ、これは、サブレ。うん。でも、初めてお菓子作ってみた割には、上出来だと。食えないレベルも覚悟してたんですけど、サブレになった。うまいです。じゃあこの炊飯器を開封していくと行こうと思いますが、なんかよくなんか開封するときこっちのチャンネルで開封してますけど、なんかメインに、なんかせっかくレビューチャンネルあるのにそっちに上げないんですかって言われるんですけど、まああっちのチャンネルに
上げる、商品のレベルとして、なんか、なんて言うんでしょうね、需要がありそうというか、まあ、視聴者数が伸びそうだな、再生数かが伸びそうなやつとか、あと自分が結構ね、こだわりを持って買ったやつとか、そういうやつをレビューしてるんですけど、なんかこれは一見普通の、炊飯器なんですよね。これが例えば、なんかこう、釜がね、釜が、なんか、コーティングされてて、で、ご飯がなんだとか、そうね、例えば、まあ、炊飯器詳しくないけど、まあ、炊飯器なんですけど、ここ、自分は、お米こういう風に炊きたくて、普通はやらないと思うんですけど、こういうところをこだわって高い炊飯器買ってみました、みたいなものだったら紹介するんですが、まあ、普通のね、8000円ぐらいの炊飯器なんでね、あんまりこだわってない。洗濯機とかもそうですね、あんまりこだわってないんで、紹介してないですけど、冷蔵庫とかは多分紹介しますね。冷蔵庫も動画撮ったから、冷蔵庫結構こだわったりした部分あったんで、こだわったものを紹介するのかな、チャンネルでは。まあガジェットとかはもう常に全部こだわってると思うんで紹介するし、まあ、家電に関してもこだわったものは紹介するというようなことで、冷蔵庫とか紹介しましたけどね。まあそんな感じかな。じゃあちょっと早くご飯が食べたいんで開けましょう。昼間のうちに米びつの準備とかしといてよかった。これで米の準備ができてなかったら今日も米諦めることになりましたが。米をね、もうどうだろうな。温泉で食ったかな。温泉でね、ちょっと米食っとけばよかったな。多分食ってなかったんだよな。米不足です。体の中が。もう多分相当米食ってないですよね。だから、久しぶりに米食えるのが嬉しい。厳重梱包。よし、取れてんのかな、これちゃんと。あれですね、ちなみに、こんな感じのもの、品番はね、を買ってみました。食品用のハサミで、なんか、生肉とか海苔とかを切るようなハサミなんで、あんまり食用以外に使うと衛生的にあれなんですけど、今ハサミがないんでね、明日、ダイソーとかに行けたら、ハサミを買ってきます。やっぱダイソーはね、なんやかんや文句言ってた時期もあるけど、やっぱ100円で買えるのはすごいなっていうものが結構あったりするんでね。バカにできないですよ、100均は。うわ、逆さまだった。マジか。なんか開けにくいと思った。わお。よく見れば分かることだよ。東芝のロゴが逆になってんだもん。あ、こっち、あ、こっちをね、なんか裏側だと思ったんだな、箱の構造的に。こっちだったら。それにしてもでもサイドとか見れば分かる話なんでね。よいしょ。ちょっともうちょっとこうか。よいしょ。足冷た形だとさすがに。そう、今ね、お風呂場で、シャワーのところに入っちゃって、濡れちゃって、片足だけ、裸足なんですけど、裸足だとさすがにフローリング寒いな。実家ではスリッパ履いてたから、そんなことなかったんだけどな。あ、どれだけだろ、これ。こうか。こんな感じ。蒸気口の開け方、この開け方、蒸気口の開け方の取説と普通に取扱説明書、そしてしゃもじがついてます。しゃもじですね。しゃもじがついてて、電源ケーブル、あれですね、これマグネットでくっつくタイプだ。よく電気ポットにあるやつとか、なんか、実家の炊飯器はなんか、本体から直接コンセントが入ってたんですけど、これはマグネットで取れるタイプになってるんで、引っかかったりしないっていう安全構造ですね。お、こんな感じ。よいしょ。よいしょ。
生入ってないね。よし、こんな感じですね。おお。ま、普通の炊飯器って感じですね。うん。東芝の、おお、こんな感じ。うん。お、いった。挟まった。うん。そうですね。で、ここに、電源ケーブルって感じかな。で、開け方は、こうステップだ。こう。よいしょ、お。そして、よいしょ。釜が入ってると。釜。ご使用前に必ずお読みください。めぐるね。うん。あ、これあれなのかな、また洗わないといけないかな、使用前に。めんどくせえな。お、あれついてたよ、これ。なんだっけ。計量カップ米用の。でも米別についてたやつのがね、1合測れるからいいんだよな。これもなんか使うかもしんないね。あれこれ水かな、もしかして。いや、水は違うか。書いてあるカップに。違う、釜に。で、釜はこんな感じ。おぉ。なんかここも金色っていう。よし、こんな感じで使えるのかな。ちなみに、しゃもじを立てるところはあるのかな。しゃもじは違うとこに置くしかないのかな。実家のやつはなんか横にしゃもじを立てられるスペースがあったんだけど、これはないかな。